選手権試合を迎えます。チャンピオンのジャンボ鶴田は今年に入りましてビル・ロビンソンの挑戦を退け12回と防衛記録を伸ばしていますが、このエキサイトナショナル3本勝負1本目のゴングが鳴りました。さて今回はですね、エキサイトシリーズ短い期間中の中で3つのユナイテッドナショナルヘビー級選手権試合が組まれておりますけれども、今日はそのまず第1戦ということなんですが、たけしさん、この3つのタイトルマッチの意味するもの、まずチャンピオンのジャンボ鶴田にとりますとどんなことが言えますか？これはですね、やっぱりチャンピオンが一番そのふさわしい挑戦者を得たときですね、これはまあアメリカなんかでもその勝ち負けに関わらずですね、その再戦という契約ルールになることがありますね。まあ、現在まで、ね、12回のユナイテッドナショナルヘビー級選手権の防衛を記録、まあ、これは丸3年ということなんですけれども、まあ、チャンピオンのジャンボ鶴田にとりますと、まあ、一戦一戦たくましくなると同時に、もう世界のですね、トップレスラーの仲間入りを確実に果たしているという証明でもありますね。それは言いますね。今回が13回目のチャレンジャーとしてディック・マードックを迎えます。さてディック・マードックにとりますと、今回今日の鹿児島での一戦と同時に来週長崎県の大村体育館からお送りいたしますが、まあ、再戦が決まっていますけれども、これはチャレンジャーのディック・マードックにとりますとどうですか？これはですね、今日の試合展開を見ていませんとね、これがマードックにとって有利になるか不利になるか、これちょっと予想はつきませんね。まあ、試合前私と竹内さんがディック・マードックにいろいろと話を聞いたところによりますと、ディック・マードックは再戦のことは考えていないような素振りでしたですね。ともかく今日のこの一戦を大事にするということですね。まあ、それだけ今回ディック・マードックの調子がいい、それからこのサーキット毎朝走り込んでいるというふうに言ってますね。そうですね、沖縄からですねマードック見てますけど非常によく走ってますね。まあ、あと一つこの試合に注目したいところはですね、竹内さん、このジャンボ鶴田もですね、1973年にアメリカに武蔵号に来ました。テキサスのアマリロファンク一家ドリーファンクジュニアに、まあ、レスリングのイロハを手ほどき受けたんですけれども、一方のこのディック・マードックも何かしらこのドリーファンクジュニアの影響は受けているということで、その辺お互いの手の内が面白いんじゃないですか？そうですね、どういうやっぱ出てるところがですね、同じところからある程度そのスタートしてるわけですからね、非常にその読みやすい反面ですね、また相手の動きがつかみにくいということもありますね。はい、その辺もどうぞプロレスさんの皆様注目していただきたいと思います。本日のユナイテッドナショナルヘビー級選手権試合、まず第1戦、チャンピオンのジャンボ鶴田、チャレンジャーのディック・マードックであります。まあ、ディック・マードックは今回が16回目の来日ということで、日本でも数多くジャンボ鶴田とシングルマッチをやっていますよね。もう今日で9回目ですね。はい、過去はいずれも決着がついていないということなんですが、もう少し竹さん詳しく言いますと、どのような対戦内容ですか？これはですね、全て30分1本勝負のもちろんノンタイトルですね。で、一番最初は48年の11月の6日岡山、ここから始まりましてね、はい、まあ、近いところでは去年の4月の20日の後楽園大会ですね。で、全部これは引き分けです。で、そのうちの引き分けの内容ですけども、6つが時間切れで、あとの2つが両者リングアウトですね。そうするとほぼ8年間にわたって両雄が、まあ、対決していますけれども、実際的には決着がついていないということですね。全くついてませんね。まあ、特に注目して思い出されるのが昭和50年度のオープン選手権大会、まあ、あの時には、優勝はジャイアント馬場、殊勲賞はドリーファンクジュニア、その他アブドラ・ザ・ブッチャー、ハリー・レース、関東賞がジャンボ鶴田、ダッシャー・木村、大木金太郎、ダスティ・ローデス、パットー・コーナー、ドン・レオ・ジョナサン、ミスター・レスリング、ホースト・オフマン、まあ、21名の参加レスラーの中で堂々このディック・マードックが技能賞獲得ですね。この辺にやっぱりマードックのうまさってものを感じますよね。まあ、現在、NWA 世界ヘビー級チャンピオンになっていますハリー・レースの参加、あるいはブッチャー、ドリーファンクジュニアもいる中でですね、堂々の技能賞ということは、これはもう本当にプロレスの申し子、プロレスのリングの中で、まあ、産声を使ったというようなことが言えますね。やっぱりマードックしてやったりですね。さあ腰に乗せて投げましたジャンボ鶴田。ジャンボ鶴田は現在までの12回の防衛をざっと振り返ってみますと、何と言いましても1976年、この復活しました UN ヘビー級の王座、アメリカ代表は元 NWA 世界ヘビー級チャンピオンのジャック・ブリスコ、日本代表は元チャンピオンの高千穂とジャンボ鶴田が、まあ、日本代表権を争って対戦いたしまして、2対1でジャンボ鶴田が日本代表になりました。日本代表ジャンボ鶴田、アメリカ代表ジャック・ブリスコとの一戦がありまして、あの時は1本目ジャンボ鶴田がフロントスープレックス選手、2本目ブリスコが足4の字固め、3本目スピニング投法、いや失礼しました、
スモールパッケージホールドでジャンボ鶴田が仕留めまして2対1、堂々の完全勝利を取りまして、その後一旦あのビル・ロビンソンにタイトルを奪われて海外流出があったんですが、まあ、フロリダまで追っかけまして19日後に、マイアミビーチコンベンションセンターで奪還に成功して以来、まあ、12回連続防衛丸3年ということですね。これはですね、チャンピオンの実績としては立派なもんですね。はい、昭和52年にはバロンホンらしく大木金太郎、ミルマスカラス、和風マクダニエル、この昭和52年のミルマスカラスとの一戦はですね、2対1完全防衛、電源コロシアム、これは年間最高試合だったですね。あの年の最高ベストバウトですね。そして昭和53年に入りまして3戦があります。アントン・ヘイシンク、リック・フレイヤー、キムドク、特に、昭和53年度の段階ではリック・フレアはですね、次期 NWA 世界ヘビー級チャンピオンの呼び声が高かった。このリック・フレアに2対1のけじりでの堂々の勝利、これは当時の NWA 関係者にはもう度肝を言わせましたですね。まあ、これでですね、ジャンボ鶴田とリック・フレアは本当に命運を分けましたね。そして昭和54年度、同じくキムドク、マイク・シャープ・ジュニア、ビル・ロビンソン、クラッシャー・ブラックエル、そして、昭和55年度、今年に入りましてコーチでビル・ロビンソンに勝っています。12戦して完全防衛が6つ、反則勝ちが1つ、リングアウト引き分けが1つ、時間切れ引き分けが4つ、ビル・ロビンソンが2つ、キムドクが2つ、こういった過去の防衛記録があるんですけれども、もう堂々のジャンボ鶴田の防衛記録ですね。もうチャンピオンとしては申し分ないですね。はい、さあリング上目まぐるしい攻防、ディック・マードックが仕掛けたフライングヘッドシザーズホイップ決まりました。ディック・マードック拍手が起きます。鹿児島県立体育館、まあ、本日も控え室でチャンピオンのジャンボ鶴田3連戦を控えて、まあ、ちょっぴり緊張しているなというようなことはちらっと漏らしてましたね。まあ、しかし、あの日頃の明るいジャンボがですね、非常に今日は口数が少なかったですからね、やっぱり緊張の度合いも相当高いでしょうね。まあ、それから過去12回の防衛の記録を引っ提げまして、そうだな、この UN ヘビー級選手権は日本、アメリカ、メキシコ、いずれも NWA 傘下のですね、テリトリーが決めた、取り決められているタイトル、 NWA が認定している優秀あるタイトルだから、今回は思い切って、できるならば早くアメリカに行ったり、あるいはメキシコのマットでユナイテッドナショナルヘビー級選手権の防衛戦をやりたいなというふうに言ってましたね。それによってですね、本当内外ともにその充実したチャンピオンになっていくわけですからね。そして、まあ、これ以上の実績をですね、また積み重ねることによって、もうだんだんと NWA 世界ヘビー級チャンピオンを追い詰めるということになりますからね。もう道が近づいてくるわけですね。まあ、昨年の振り返ってみますと、 NWA 世界ヘビー級チャンピオンのハリーレースに2回対戦いたしまして、大阪での5月の対戦、そして10月はこれは長野県の松本での対戦、これは結果的にはいずれもリングアウト引き分けだったですね。そうですね。まあ、しかしですね、あのレースを相手にかなり押し気味に試合を展開してましたからね、はい、やっぱり着実にジャンボもですね、 NWA チャンピオンの道を歩んでますね。一方のディック・マードックの昨年のですね、 NWA 世界ヘビー級チャンピオンハリーレースに挑戦した内容が、先ほどディック・マードック言ってましたけど、3つあったそうですね。そうですね。まあ、その中でもですね、あの日本で行われた千葉での一戦ですね、はい、まあ、これはテレビはなかったんですけどもね、非常にやっぱりこれはもうマードックらしい、いい面が出たいい一戦だったですね。本当に素晴らしいマードックのテクニック、それからしたたかなインサイドワークもですね、本当に日本のファンの目の前で見せてくれましたね。あのレースとですね、五分に渡り合ったわけですからね、はい、これはやっぱりマードックの読みも相当に深かったですね。それからもう一つはですね、アマリロで NWA 世界ヘビー級チャンピオンのハリーレースとノンタイトルで対戦したんですが、その時にはハリーレースに勝ってるんですね。そうです。でこの後にですね、そのダメージでそのレースはですね、ダスティーロードスにタイトルを取られてるわけですよね。8月21日、昨年の8月21日ですが、まあ、5日間という非常に短い期間だったんですが、フロリダ地元でダスティーロードスが NWS 界ヘビー級チャンピオンのハリーレースを破って王座に輝いたことがありましたね。ですから向こうの雑誌なんか見ますとね、やっぱりそのハリーレースはですね、ロードスにやられる前にマードックに壊されていたというような、なんか形容を使ってますね。なるほど。その前にディック・マードックが刺客としていたわけですね。そうです。その辺もディック・マードックなかなかな実力があります。まあ、未熟ももちろん世界のレスラーが憧れます NWA 世界最高峰の王座、まあ、ここ5年ぐらいですね、次期 NWA 世界ヘビー級チャンピオンはお前だお前だというふうにディック・マドックさん言われてますけども、実際のところはなれないですねというふうに厳しい質問をしたんですけども、お前そんなこと言うけれども NWA の世界王座を取るのがいかに難しいか、お前は知らないからというふうにですね、私は怒られてしまいましたけれども、本当にこれは難しいことらしいですね。これはですね、一口にタイトル出していましてもね、やっぱりローカルタイトルと違いますからね、僕が挑戦することすらですね、もう熊を掴むような話ですからね。
まず挑戦権を手に入れる、その実績をつかむことさえも、まあ、世界のトップレスラーでなかなかできない人がいるわけですからね。ともかく挑戦権をつかんだというだけでですね、これはもうトップコンテンダーとしての資格が認められるわけですからね、はい。まあ、その中でジャンボ鶴田選手の過去の実績なども踏まえて、いかにジャンボ鶴田がですね UN ヘビー級選手権並びにインタータッグの防衛も踏まえながら NWA の世界のマット界の中で着実にその地位をまあトップに収めているというようなことが伺えますね。そうですね、はい。みんなが考えるほど世界チャンピオンを破ることは容易ではありません。引き分けですと、まあ、世界チャンピオンにはなれませんですからね。まあ、引き分けでもこれは立派なチャンピオンの防衛ですからね、はい。その辺が非常に難しい NWA 世界ヘビー級、世界のマット界の最高峰であります。まあ、今回はですね、鹿児島でのユナイテッドナショナルヘビー級選手権、まず今日は第1戦なんですけども、その後大村での再戦、そして最終の黒い人での再戦、タイガー戸口が第3の資格として控えています。さあどうだ、ジャンプ1番、素晴らしい跳躍力、ジャンピングニーパット、至近距離から当たりました。ビッグマードックの鼻を捉えている、鼻っ柱に決まった跳躍を見せました。鶴田巻き投げ一戦であります。仕掛けましたのがチャンピオンですね。この辺りですね、やっぱり仕掛け非常にいいですね、はい。あの至近距離であれだけの高さのジャンプ力、武さんどのようにご覧になりました？これはですね、もうジャンボならではのないあのテクニックですね。さすがに跳躍力は世界のマット界右に出るものがありません、チャンピオンのジャンボ鶴田であります。まあ、今回のこの全日本プロレスのエキサイトシリーズ、3つ組まれておりますユナイテッドナショナルヘビー級選手権試合のこの内容は NWA の本部もですね、かなり次期挑戦者を決める意味では非常に注目しているでしょうね。これはですね、チャンピオンのレース自身もですね、おそらく一番注目していることかもしれませんね、はい。まあ、最近になりまして、NWA 世界ヘビー級チャンピオンのハリーレースの動向、あるいは防衛の内容みたいなものは、武石さんどのような概念入ってますか？やはりですね、今年に入ってもレースは相当苦しい防衛戦を続けてますね。そうですね、まあ、1月はロサンゼルス、あとまあテキサスですとか、まあ、ともかく全米各地を転戦してますけどもね、すっきりした防衛というのは見られてませんね。まあ、あの昨年を振り返ってみますと、短い8、9、10、11という4ヶ月間の間に4回世界の最高峰の王座が動いていますよね。そうですね、はい。この辺にもですね、レースもそろそろ限界なんではないかという気は強くなってきますね。昨年の8月には、ダスティーローですがフロリダで、チャンピオンの座に輝いています。そして5日後にはハリーレースがまた取り戻して、忘れることもできません。昨年の10月31日ジャイアント馬場が愛知で、再びこの世界最高峰のベルトを胴に巻いた第55代の NWA 世界ヘビー級チャンピオンになりました。しかし、今度は尼崎でハリーレースにまたもや敗れてしまいまして、まあ、ハリーレースも本当に今防衛もですね、綱渡り防衛が続いているということになりますね。もう完全なタイトルオープチャンピオンですね、はい。しかしどうしてもハリーレースがですね、NWA 世界最高峰にずっと君臨している、それも考えますとよたびですね、それは大変なことなんです。これはやっぱり大変な記録ですね、はい。ですからこのままいきますとね、おそらく NWA 史上最強のチャンピオンになる可能性は持ってますよね。なるほど、チャンピオンのハリーレース、美しき野獣と言われておりますハリーレースは第47代、第52代、第54代、第56代と NWA 世界ヘビー級最高峰の王座に君臨しております。80年代に入りまして、次期 NWA 世界ヘビー級チャンピオンの王座をめぐって、あるいは日本のジャンボ鶴田、タイガー戸口、それからこのディック・マードック、こういったレスラーの名前が挙げられておりますけれども、ハリーレースを破ることができますか。さあどうでしょうか、リング上ジャンプ1番、ディック・マードックの動きは速い。さあどうだ、グラツイストの体勢、アバローリであります。ぐいぐいと絞り上げます。昨年の2月 AWA 世界ヘビー級チャンピオン、ニック・ボックウィンクルからこれで1本ギブアップ取ってますからね。まあ、ジャンボとしては非常にいいコースなんですけど、ただ、はい、左足ですね、あれをマードックの後ろにもうちょっと引っ掛けたいですね。左足の踏み込みですね。さあどうだ、今度はマードックが切り返しました。マードックが全体重を後ろに反らしています。金髪が揺れております、ディック・マードック。コブラツイスト、お互い1回ずつ近くております。今回ディック・マードックは体重が118キロ、その118キロをジャンボ鶴田の強靭な腰のバネに集中させています。おっと、まともや切り返しました。まあ、この辺はなかなかあの口で簡単に切り返して技を仕掛けるというふうに私に申し上げるんですけれども、これはもう歯を食いしばって耐えながら相手の隙を伺って切り返すわけですからね。本当一瞬のタイミングですからね、はい。さあちょっと体重が下の方にかかりました。巻き投げです、腰に寄せて腰投げを見せました。
お互い両選手とも腰のあたりに手を置きました。やはりジャンボ鶴田の空中殺法を封じるためには腰をまず攻めようというディックマードックの作戦でしょうか。まあそれ考えられますね、はい、足を取りましたディックマードック。1本目かなり長い時間が経過してまいりました。ユナイテッドナショナルヘビー級選手権試合、まあ、このエキサイトシリーズ3回ユナイテッドナショナルヘビー級選手権試合が、まあ、企画されているんですけれども、まあ、1月のビル・ロビンソンコーチでの防衛戦も含めますと早くも今年度4回ということで、まあ、1年間のノルマをですね、今まで過去3年振り返りましても4回以上のものはないわけですから、まあ、それだけ厳しいそしてハードなシリーズになりますねジャンボ鶴田は。しかし逆にですね、それだけもう UN 選手権ってものが価値が出てきたわけですからね、これやっぱりジャンボとしても本当勝負どころですね。なるほど、勝負どころという竹内さんの声が聞こえましたか。ジャンボ鶴田さあそのままボディシザーズの体勢でローリングいたしました。ディックマードックを投げています。しかし腰の方のダメージはジャンボ鶴田まだ残っています。ボディースラム、この辺のパワフルな攻撃、まあ、ジャンボ鶴田はよく言われますテクニシャン、そして、オールラウンドプレーヤー。一方のディック・マードックはどのような選手と見ればよろしいですか。これはもうパワーもありですね、テクニックもあり、ラフもあり、ですからある意味においてはですね、ジャンボより一回り完全な上のレスラーと見ていいですね。まあ、それから先週の放送でお送りしましたロッキー・ハタとの前哨戦でも、まあ、ものすごい垂直に落ちるブレンバスター、あれは本人どのように言ってますか。まあ、本人ですね、まあ、名称はブレンバスターと言ってますけどね、ともかく自分のブレンバスターの違いはですね、はい、ともかく相手の頭をまっすぐそのキャンバスに叩きつけるということを言ってますね。はまあ、普通ブレンバスターと言いましてもね、後ろに投げるようなケースのブレンバスターもあるわけですね、はい、しかしマードックの場合は完全に垂直に頭から相手を落とすわけですからね、これはやっぱり強烈ですよね。まあ、先ほどもドスカラスが見せました、あるいはお兄さんのミルマスカラスも見せますが、メキシカンのブレンバスターですとそのまま後ろに投げるだけですからね、むしろその投げ技に近いですよね、はい。さあショルダーバスターです、ディックマードック体重を預けました。ジャンボ鶴田自らの体重で肩にダメージを受けました。ディックマードックです。ゆっくりとしたこのインサイドワーク、過去の来日ではですね、まあちょっと失礼ですけども、おっとちょっと待ってください、ブレンバスターの体勢だ。さあどうだ、垂直になっています。ジャンボ鶴田ゆっくりと、ジャンボ鶴田がそのまま押した、後頭部を捉えられました。ジャンボ鶴田危ない、ディックマードックがカバーに入った、カウント3、カウント3です。必殺のブレンバスターが炸裂、チャレンジャーのディック・マードック。ジャンボ鶴田はもう後がありません。2本目ゴングが鳴りました。それにしましても一発筆頭の破壊力のあるブレンバスター、これは前哨戦でですね、いや先週の放送でお送りしましたロッキー・ハタもこの技で仕留められたんですが、一瞬頭の中がこう空っぽになって何もかも分からなくなるそうですね。おそらく2メートル近い高さからそのまま落とされるわけですからね、はい、これは当然そういう状態になるでしょうね。ジャンボ鶴田のダメージはどれくらいでしょうか。おっと放送席の目の前に東亜鎌田がやってまいりました。さてリングサイドの方は第3の資格として、黒磯大会でユナイテッドナショナルヘビー級選手権に挑戦が決まっています。タイガー・トクチがずっとこの一戦に注目しています。倉持アナウンサー、ちょっと聞いてみてもらえますか。はい、リングサイドのタイガー・トクチ選手です、あなたの相手がこのマードックになるのか、鶴田になるのか、今のところ分かりませんが、これまで1本目の勝負が終わったところでどういうふうに見てますか、この試合。やっぱりね、マードックのやっぱり、なんていうんだろうな、まだ馬力ありますよね。最初僕15分ぐらいまで五分五分かなと思ってたけどね、やっぱり。これだけ彼は今またバックブリッカーじゃなくてスープレックスで取ったでしょ。バックブリッカーとショルダーバースターやってね、で今今度2本目でこんな首を攻めてね、今またパイルドライバーなんかやって、ジャンボのはやっぱりなんて言うんだろうな、頭を攻めてるわけですよね。そう彼に早く意識朦朧にさせて自分でチャンピオンになろうっていうのは、まあ僕はどっちにしてもね、僕は必ず挑戦しますけどね、どっちでも僕はいいですけどね、必ず僕がジャンボでもマードックでも自分にしては満足の間だし、なるほど、ジャンボとも3度目だしね、やるんだったらマドクと初めだけど一生懸命自分をやりますから、よろしくお願いします。大技が出ました、ローリングクラッチホールド。ちょっとジャンボ鶴田が姿勢一方だったんですが、一瞬の隙をついてローリングクラッチホールドを見せました。タイガー・トグチ選手も、まあ、冷静にこの姿勢を見てるようですね。非常に冷静ですね、はい、しかし後頭部から首のあたりずっとジャンボ鶴田が攻撃を受けていますが、さあ後ろを取って、さあどうだ、そのままちょっとジャーマンスープレックスの体勢が崩れました。後頭部首のあたりに攻撃を受けましてネックブリーカードロップ、ジャンボ鶴田が攻撃を仕掛けました。
さあどうだ、2本目カウントが入った、カウント3、カウント3が入りました。一瞬の隙を突いてネックブリーカードロップ、チャンピオンのジャンボ鶴田がチャレンジャーのディック・マードックから1本を取っています。さあこれはちょっと強引すぎて、いくらキラーと若まったと言いましても、ちょっとこれは実現不可能な発言ですね。あ、もうちょっとお話にならないですね。はい、しかしキラーと若まったはまだリングサイドに座ったまんまです。その間に決勝の第3ラウンドが始まっています。1本目はディック・マードックがブレンバスターでチャンピオンのジャンボ鶴田から先取、2本目はジャンボ鶴田が一瞬の隙をついてディック・マードックからネクブリカードロップで1本を取っています。決勝の3本目、ネックブリーカードロップ、低い体勢であります。しかし決まりました、カバーに入りますジャンボ鶴田。まあ、この一戦はですね、来週の放送でお送りいたしますが、長崎県の大村体育館で再戦が今夜と同じ対戦カード、いわゆる、ジャンボ鶴田ディック・マードックとの両者の対決になるんですけれども、まあ、それを控えましてですね、お互いまだ少し手の内を探り合っているというような体勢も、まあ、瞬間見られますね。やっぱり3本目に入ってますけどね、まだ両者とも全、はい、エンジンフル回転とはいかないですね。はい、まあ、来週の放送で同じカード再戦が組まれている、そしてその勝者に黒い袖タイガー戸口が挑戦ということですね。そういう面ではですね、この両者にとって本番はやっぱり大村ですからね。はい、そうですね、その本番を控えまして、今日はユナイテッドナショナルヘビー級選手権試合の第1戦であります。ドリルはホールパイルドライバー118キロのディック・マードックをそのまま脳天食い打ちを見せました。ジャンボ鶴田チャンピオン、カバーに入った。さあどうだ、払いのけましたディック・マードック。レフリーは NWA のオフィシャルレフリー城樋口であります。適切なレフリングが続いています。バックを取りました。さあ前に持ってきました、アトミックドロップ、豪快であります。しかしディック・マードックも後頭部のあたりを抑えています。まあ、ネックブリーカードロップを食らっています。一方のジャンボ鶴田もですね、どうでしょうか、ダメージのほどは。やっぱり腰どこかですね、はい、首に相当やっぱりダメージが来てますね。ですから両者の今のところダメージの度合いというのはほぼ5分ですね。ほぼ5分、おっと自爆です。チャンピオンのジャンボ鶴田は自爆です。そうしますとこういった自爆が当然墓穴につながりますね。それが危ないんですよね。はい、ドリラホールパイルドライバーを切り返しました。スーパースルーです。首のあたりを痛めていますが根性で払いのけましたジャンボ鶴田、カバーに入ります。しかしまだ余裕があります。ディック・マードック払いのけました。まあ、ディック・マードックも今年は34歳、ちょうどどうですか、年代的にもレスラーとしても脂が乗る年代ですね。まさに一番調子のいい時期ですね。まあ、お父さんのフランキー・マードックの英才教育を受けまして、19歳からこのプロレスの世界に入りまして、そうですね、もう15年16年ぐらいになるんですね。まさにプロレスの申し子と言っても過言ではないですね。はい、そう言いますと、ドリーファンクシニアのですね、おっと、さあバックを取ってバックドロップ、チャンピオンジャンボ鶴田バックドロップが炸裂です。大技が見られます。カバーに入りました。さあどうだ、2対1防衛か、払いのきましたディック・マードック。さあ今度はコーナーマット最上段、大技を仕掛けました。さあそのままフライングのニーパッドを当てました、左の膝を当てました。チャンピオンのジャンボ鶴田、ディック・マードックの額を捉えました。しかし鶴田の足も痛めたようですね。打ちました、左足ですね、左の膝ですね。皿のあたりを打ち当てました。人間の体の中で一番硬いのはこの額ですからね。ちょっとは、はい、おかしなところに当たったようですね。その痛めました左の膝にディック・マードックがすかさず攻撃を仕掛けました。左の膝を打ち当てましたチャンピオンのジャンボ鶴田、これは思わぬところで左の膝を痛めてしまいました。チャレンジャーのディック・マードックが飛ばしています。まあ、さっき飛んだ時にですね、はい、着地で失敗をしたのかもしれませんね。さあどうでしょうか、そのまま今度はおっとスピニングトーホールドの体勢でカウント3、スピニングトーホールドカウント3が入りました。マードック式のデスロックですね、これはね。完全なスピンしたままデスロックの体勢でホールしちゃってるわけですね。足が完全にロックされてましたね。痛めました左の膝をチャレンジャーのディック・マードックがうまい具合にロックしていたしまして、カウント3が入りました。これでユナイテッドナショナルヘビー級選手権試合チャンピオンのジャンボ鶴田は13回目の防衛に失敗したということになりますね。しかしですね、これは今後の展開どうなっていきますかね。タイトルの移動であります。はい、そしてそのチャンピオンベルトを胴に巻きました。堂々の表情であります。
2対1、完全にチャンピオンのジャンボ鶴田からツーピンホールを奪いました。チャンピオンベルトが渡され